ブレイプリー立たせないんですよ。おー危ない危ない、中央は厳しい。このポッターの座礁を中央がもくもくしてまして、まあ、小さいロボットにとっては歩くのは非常に難しくなってます。ここでは非常に高い安定性を誇っている試合でフライングが珍しいですね。試合ってフレッシチームシュートの完成にあったシュート合う飛ばしました。ちょっと手を外さす、すいません、カーペットの上でパソコンを叩かないでください。いや、レボテンカラーのそこにあるよ、下の。だから我々が首をつければこれをつけてもらうことある。いや、うん、あのルールが変わったからね。出した方が、うん、チャージ。イリガルアタック。イリガルアタック。後ろからプッシングしましたよ。試合でブレイブのチームはボールをつけてどうでしょう。この位置から打つかとかドリブルしてます。ん、何が動いてない、何が動いてないみたいな。ドリブルをしてボールに進んでおります。非常に床が不安定ながら安定したホールをしています。試合にブレイチームだから記録ボールへ向かって、ただ僕は入るか、サービスよっしゃ、オッケー。キーパーは動いてないですか、入江さん。キーパー動いてないですか。いいですか。まだです、まだです。あの、強く言わなくていいので、ゆっくり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 。なかなか審判もですね、専門じゃありませんので、急にルールを知っていないと思います。勧誘力プレーでお願いします。30チーム準備できるか、どうでしょう。調整している模様です。試合再開です。最適チームボールを蹴らないので、試合にグリーンチームのボールになります。だから昨日ボールになって、回りすぎ。回りすぎた。おお、ダメだ。ずれたんだ。外しました。今のね、
おい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 、どっち向き回るんだお前、お前どっち向き回ってんだ。跳ねてるな。あ、いや、いいよ、ダメなの？倒れたら。いいで、いいよね、この領域に。うん、昨日。さっきサークル内に入れたの。うん。ミニストロボットスルーが出されてしまいました。聞いたところによりますと、サイキック。キーパー出せない？立たせとくだけでもいいな。正直。おお、危ない。あ、落ちた。うん、そうだね、はい、原因は何？分かんない。分からない。4、5、6、7、8、9、10。あ、ホールディング。だったら取り出してね。頭をボールを見てるだけは無駄だ。これは入ったことになるのかな。